Yuppie's cup of tea. はい、皆さんこんにちは。Yuppie です。Yuppie ですって。Thank you for watching my channel. I'm Yuppie. こんにちは、Yuppie です。今日は6月に第1弾が発売されたおしゃれキャットとリトルサルバイトのコラボレーションアイテムの第2弾が7月3日金曜日18時からウェブストアにて発売するんですけども、そちらのアイテムを紹介したいと思います。じゃーん。こっちは今もう発売されてるアイテムなんですけど、これがすごい人気がありました。ワンウォッシュされてて、ヴィンテージ加工になっています。それをなんかワンピースとかとこう合わせたりできるようなワンピースを2個作りました。見える？かわいい。今私が着てるシャツ と、パンツのセットアップが発売になります。ちょっと今色違うんですけど、これスケーターパンツみたいになってて、足がすごい開ける。で、何に使うのかわかんないけど形可愛いからこういう形にしました。で、レースアップして履いてもらえると可愛いです。今は、第1弾に発売されたロンティ合わせてるんですけど、こうやってマリーちゃん見せても可愛いし、中にキャミソールを着て女の子っぽく着ても可愛いです。ルックブックではこっちのキャミソールを合わせてますね。で、このキャミソールは、マリーちゃんのとこがステッチになってまして、で、あとここにオリジナルのローズがついてます。可愛い。これはもうなんかオールインワンの下とかにも着られるし、おすすめです。あとオレンジとピンクもあります。かわいいね。映画の中で好きなシーンの T シャツ、かわいい。こっち怒ってる。サプライズアングリーサプライズアングリー。ちょっと大きめなのでこうやって着てもらえるとかわいいです。これはホワイト、ピンク、ブラックの3色になってます。これは結構気に入ってるんですけど、これもビッグティーなんですけど、いつもよりちょっと丈は短く作りました。で、バッグにマリーちゃんいます。これはね、身幅もちょっと広めなのでダボっと着てもらえると可愛いです。で、ちょっと厚盛りラバー塗ってます。これは4色もあって、ルックで使ってるのはパープル。あと、普通にブラック、ホワイトもあります。個人的にすごい気に入ってるんですけど、タンクトップなんですけど、これ二重になってるので、中のインナー見えないようになってます。なので、安心して女の子を着れますね。これもそんなにびっちりしないので、下にダボっと履いてもいいし、短いのと合わせても可愛いと思います。これは4色展開で、あとさっき紹介した私が着てるこのシャツは、このボタンの部分がお花のクリアボタンになってて、きてもいいし、締めても可愛いので、全然色で印象変わると思います。で、私が気に入ってるアイテムのベスト3は、第3位はこれこれは男の子着ても可愛いと思います。
ピンクはあれだけど、あとブルーとブラックがあるので、あとホワイトもあります。これ第3位。第2位はこれです。これほんと可愛いから、下もグリルも可愛いし、ぜひセットで着てみてください。で、今1位か、1位はこれ。何気にこれが気に入ってます。可愛くない？なんだろう、可愛すぎない、マリちゃん可愛いから、ちょっとなんだろう、淡いブルーにしてみました。ちょっと大人っぽくも着れるから、おすすめです。着替える？はい、着替えてみました。普段の丈感だと結構もうちょっと長いんですけど、これは15センチくらい短く作っているので、この感じになります。私は167センチでこのぐらいです。これ着るともうちょっとね、隠れるけど、この T シャツ本当に可愛くて、生地も丈夫だし、なんだろう、いろいろ着こなせると思います。はい、以上が、マリーちゃんのアイテムでした。明日7月3日18時から、ウェブストアで発売になります。皆様ぜひお楽しみに、見てください。それでは、See you next time! Bye!